こんにちは。こんにちは。うちは100件です。違います。違います。音声版あやちゃんです。昨日、新通信版あやちゃんが届いたと電話がありました。嬉しかったです。そうです。通信版あやちゃんっていうのがあるんです。神です、神。紙に印刷したやつです。コピー用紙。うん。うん。うん。あるけど。少数の。そう。ごく少数の人しか知らない。ごく少数の人。ごく少数しか知らない。うん。中さんの小説も載っている。そうです。小説も書いてます。イラストも載ってます。イラストもあります。あやこの素晴らしい文章を最初に書かれてます。そんなことはないで。大したことないで。っていうよりもめちゃくちゃです。面白いですよ。アホどころがね。え？アホなところがね。アホなところ。じゃなくて。じゃなくて、うち100件。で、100件。うん。100件って質問ですか？ 100 件の件って、あの、間じゃないんですよ。月やね、月。なんか、門の中に月。百軒川っていうのがあってな。うん。岡山県出身で。うん。百軒川っていうのがあって、そこから撮ったらしい。内田百軒なんてな、エッセイストやったの？エッセイで、一躍有名だったみたいな、小説家になりたかったんやけどな。うん、あんまり評判があったけど、ちょっと変わった小説やったから、あの、幽霊みたいな小説、幽霊みたいなのを題材にした小説を書いてあってん、うん、なんか知らんけど。うん、それが、辰巳漱石には、なかなかいいやんって感じで認められて弟子にもらってんけどな。うん。で、新聞にも掲載されてんけどな。うん。あの、芥川龍之介みたいに評判にはなれへんかって。そうか。で、学校の先生長いことしてて。うん。で、夏目漱石さんと一緒にするやったら。そうそう、学校の先生したもんな、そうですね、一緒やけど。うち百軒さんはなんか、その学校の先生が国ではなかったみたいな。小に落ちたみたい。あ、漱石さんは漱石さんは学校の先生が大嫌いだったみたいな。大嫌いだった。二人仲いいねやろ。仲いいでだいぶ年がちゃうけど。大先輩やけどな。枕草子じゃない。枕草子は清少納言やね。そやな。よさなきごじゃなくて。よさなきやったな。何やったその本が読みたいな。枕草子は読みたいと思ってないけど。あ、これ、あの時代の方がすっきりなってきてるから、もう出てまうね。ない。そんな名前やな、そんな名前。うん、何やろな。何やかな。三四郎？三四郎じゃなかった。それから、草枕？いや、本じゃなくてな、書いた人。書いた人？うん？枕草子みたいな人？夏目漱石の親友。ああ。まさおかしき？そうそう、それを言いたかった。まさおかしきが枕草子だったんか。うん。あかん？あかんことない。だい似てるやん。だいたい似てるやん。だいたい似てるやん。うん、でも時代が似てるし。枕草子と清少納言ちゃうの？そう、枕草子言うたら清少納言やな。うん。うん、清少納言が書いた枕草子っていう物語やろ。さすがに、作家と一緒に。まさかしき？うん。まさかしき、そうか。まさかしきも先生やってるやろ。まさかしきは、まあ夏目漱石と同じ同一くらいやったけど、まさかしきの方が上やったみたいな。師匠みたいな感じ。
でも、大阪市議は、夏目漱石さんの、本が好きやったんちゃうの？お、いや、そうでもないな、の？夏目漱石さんが小説家の時はもう生きてなかった。生きてなかったの？死んじゃったん？早く35に。歳ぐらいで亡くなりまなんか、短命やねんな、なんか、昔の人って。した。結核からだいぶ悪なってな。あ、結核って多いな、昔の人の。空気出しそうに見えるのにな。なそんなあ、関係ないん PM2.5 か。もないのにな。そんなことないんかな。なんやろ、金。なんで急に計画が流行ったか知らんけどな。昔からあったんやけどね。平安時代とかもあったんやろ昔はあれなんかな。空気はきれいけど、衛生面あ、で悪かったネんズかミとか行く、な。うようしたよな。てるな。んで、脱線させてごめんな。宇宙百景。じゃあ100件。青列車。あ、俺っしょ。面白いな、あれな。お酒飲むことばっかり考えてる。どこでお酒飲むかっていう計画ばっか考えそれを書いたんじゃん、ノートちゃんは小説です。あれは、何やろ、あれ、エッセイのつもりやけど、なんかすごい、作ったような話も書いてあるみたいで、なんか小坂和志なんかは、あれが最高の小説やとか言うてあるけど。みんな面白かったな、今。あれはちゃんと読んでんな。なんだ。一番初めて読んだ小説があれか？ちゃんと一緒になってから。そうかな。そうじゃんか。正式な。僕の小説が最初やけどな。僕の小説は、途中読ましてくれへんくなって、読むの遅なったから。昔は読むの早かったよな。ファンタジーの時はな。で、だん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 ファンタジーが現実化してきてな。昔のもっとファンタジーやったやろ。むちゃくちゃファンタジーめだちゃらくちゃファンタジーけ。だらけいうことは、めちゃくちゃやったいうことで、話が。いい加減ってやったことで。で、さらに、だんだん現実化してきてんな。気づいてなかったやろ。現実化してからあかんやんか。知らんかったや、え、自分した。で。さ。だんだん現実化していこうんだって。いつから？最初から？結婚したくないから。ぐらいから？売れへんと思って、このままじゃ。いい加減に書いたら売れへんと思ってな。え、まあ、余計に書いて売れるなんてみんな売れてるいい加減に書いとったもん、ほんまに。もう、時間ない。本体。いい加減に書いてたんか。せえねん、最初はいい加減に書いとって。結婚前ぐらいは結構いい加減に書いとって。書けたらええと水色の思って。季節があるやん。水の奇跡は結構真面目に書いてんけどな。それからあとは、水の奇跡は売れたらな、ずっと。前に書いてんけどな。あれは全然、賞に全く引っかかれへんかったから。麦茶が飲みたい。そうやな。麦茶飲むか。んで、麦茶飲んだところで、うちら百軒さんのアホレしか知らんねんけど、他にあるの？贋作は我が家は猫であるっていう、我が家は猫であるのなんか続編みたいな。作るみたいな。ああ、結構面白かったあれ。ほとんど会話で誰が何喋ってか分かれへんけどな。あれ、売ってないやろ、もうな。まあ、うちら百軒さんのコーナーがないねん。ていうかコーナーで本屋さんもなんか、うちの百軒さんいっぱい置いてた、ちくま文庫の置いてたリブロ自体がなくなったもんだからな。丸善にはなかったな。ちくま文庫な。この文庫かどうか知らないけど、
じゃあヤーキーさん探しんけどなかったん。そうそう、地下文庫の棚があってもな、うちはヤーキーさんが売れんのかな。いや、古本で買わんなかったのかな。アマゾンで買ったらいくらでもあると思う、うん、あの買う人は買うけど、そうそう誰でも買うわけじゃないっていう。好きな人はすごい好きやね、うちは100件は、うん、多分そうやと思う、うんうん、面白いもんな、うん、特にエッセイが多いからな、うん、何やエッセイかって思う人もおるけど、エッセイ言うてもなんかすごい魅力全然ちゃうやん、なんかエッセイ言うてもな、うん、あの不思議なエッセイ、友達が自分の部屋に座っててな、うん、ほんで一生懸命なんか書類書いてな、うん、ほんで反抗してんねんって、うん、まあしてるけどな、反抗してんねんよ、うん、ほんで自分の反抗やねん、うちの100件の反抗やねん、うん、ほんでいやこれ僕の反抗やんか言ったら、いやいいねんいいねん、これ押したらいいねんって言って押してな、うん、でその書類をな持って帰んねんって持って帰ってんて、うん、何のことやろうと思ったらな、その中村君って言うんだけど、その友達の中村君が急に失踪してもってな、うん、でなんかあなたは連帯保証人になってます言われてな、うん、でその中村君の借金を全部かぶってしまったとか、そんなような不思議なエッセイが多分現実やと思うんだけど、現実やと思うんだけど、ほんまのことやと思うんだけどな、うん、なんかそういうまあお金のことも多いんだけどな、で、うん、税金払うのが好きでな、うん、わざわざ税務署まで税金持ってってんの、税金の分の大した金額じゃないんだけどな、うん、持ってたらな、あなたは収入が少ないから税金はそれいりませんから使ってくださいって言われてんで収入が少ないからどうぞそれ使ってください付き返されたって税金を税金をわざわざ払いに行ったのに持ち持って持ってうん、うん、そういう人、そういうことが書いてあるんだけど、なんか妙な普通の人がせえへんようなことをしてやってるからな、うん、面白いね、妙にさ、いつも思うねんけど、話でスシロー続かな、うん、じゃちゃうのからなんか、今日スーってスロー音が聞こえねんけどさ、うん、私の音やんな。自販吸ってるもんな。あ、そうかな。よう入ってんねん、ここに。そうか。チューンのため息だかな。うん。これ、すごいよう入るな。うん、そうやろ。なあ、ちょっと遠くに置いといても入りそうやな。なんかな、話変わって悪いねんけど、いい話変わって、脱線マンじゃん、脱線ウーマン役やいつも脱線すんねんな、私話したら、ね、脱線が面白いねん脱線の、うん、脱線もせえへんかったらなんかあかんわな、うん、脱線せえへんかあかんか、そんなことないね、話。信州読書会の人の宮沢さんの話いいやんか。うん、だいぶ脱線する時あるね。あ、そうか、脱線する時あるな。脱線した時は面白いね。宮沢さんも言ったけどな、うん、脱線してなんか、本筋と関係ないこと喋ってる方が面白いですっていう意見もありますけどって言った。そんな言ってた。いっぱい聞いてるもんな、うん、私はまだ半分ぐらいしか、チューさんの聞いてる、チューの聞いてるのの半分ぐらいしか、チューさんが2回も3回も聞いてる、同じのな、聞いてた哲学なの聞いてやんね、私は2回も聞いてるけどさ、うん、聞き逃してるとこいっぱいあるな、そう、あるある、2回目聞いても、ああこんなん初めて聞いた方がいいのあるわ、なんか、うん、うん、まあ、ニーチェやね、ニーチェ。ニーチェ、うん、君はキルケゴール。キルケゴール長いやろ。長いね、96か長くなるから。お前40か50ぐらいでダウンしてしまった。うん、
難しい。結構難しいよな。わかりやすく説明してくれたのに難しいから、あれの本を買ったとして、全然意味分かれへんやん。でも何回も何回も聞いてたら分かるかも。そう、何回も聞いて、例え話ちゃんと頭に入ったらな、原文読んでも、原文っていうか、な、翻訳したやつ読んでも、分かると思うけど。分かるようになりたいな。やっぱり例え話が分からんとあかんと思う。自分の例え話をな、作るぐらいの能力がないと。そうやな。例え話。まあ、それは君の役目や。君の役目か。私は質問する役目や。質問する役目。例えばこれタコ八郎の頭ですとかでも悪いんやろ。あれ。そういう意味ないねんけどな。さっきなんかタコ八郎みたいなた。タコの絵を使って。タコの絵をかぐや姫なぜか使ってしまう。宇宙人のつもりで描いてる。宇宙人やってタコちゃうのあれ。タコちゃうの宇宙人。タコやと思った。タコみたいな宇宙人や。なるほど。いい絵やったわ、あれは。そうやったか。なんか、チュンの選ぶ絵はなんか変な絵が多いね。かわいい絵も描いてんねんから、かわいい絵も描いてんねんから。そうやな、こういうの。いいけど、そんな、自分では他には載せないような絵を探してくれたらいいけど。な、話させてるやろ。あれやと思うな。鼻炎やな。鼻炎やん。ちょうどこう、クーラーが直撃するとこに描いてる。寒いやろ。寒いね。だって、強風見てるんちゃうの？してないよ、自動に変えてよ、とっくに。温度も28度やし。さっきの25度に下げて強風にした時より、自動の28度の方が涼しいね、変え。要するに、外の気温が高くなったら、そうやな。冷やしてから。今暑いこれやから、まさとな。まあ、うちはヤッケーさんの話が盛り上がったところで。何が盛り上がってんだろうな。うちはヤッケーさんの話を聞いてて、こいつらうちわしを舐めてんのかとか思ってな。なんで漱石さんがそうやってて、こんなに伸ばしたらあかんっていうのを。まあまあ、そういう。そういうことね。そういう。また。また次のがありましたら聞いてくださいっていう。誰かこの、探してください、この、音声版やつを、があったら、ちょっと聞いてください。はい。それでは。